皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は人が 120% 感動するサービス&リピートのポイントは期待値と実際のギャップの大きさであるっていうことについてお話をしたいと思います。若干長いタイトルですいません。120% 感動するっていうのは、要は期待値が100だったとして、それを超えるっていうことになりますよね。で、そのサービスがあることによってリピートをしていく。なので期待値がもともとあって、それをどうやって超えるサービスを行っていくかっていう、私が最近ですね、体験した体験談をもとにこのお話をしていきたいと思って、今お話をすることにいたしました。期待値と実際のギャップの大きさ、このことについてどんな体験を私がしたのか、これからお話をしていきたいと思います。まず最初にですね、これをお見せしたいと思います。じゃん、よいしょ横で、よいしょ、じゃん、これですね、サックスです。はい、これマイサックスです。ですね、楽器を2ヶ月前から始めました。そして昔からちょっと扱ってみたかったサックスですね、これを習うことにしまして、パーティーに向けてですね、パーティーでちょっと発表しようかなと思いまして、ただいま練習中なのでございますですが、綺麗ですよね。余談ですけどね、私サックスのね、このフォルムってすごい好きで、このこういう形がすごい好きで、一度やってみたいなと思ってたんですよ。大人になってやっと楽器をやってみようかなみたいな感じでやることにしました。まあ余談なんですけど、でこのサックスの上の方にですね、こういうマウスピースっていうのがありましてですね、これちょっと外しますけども、よいしょ、これがあるんですね。でこちらがですね、ちょっと私がいろんな荷物を持ちながら楽器を持ち歩いてた日にですね、ちょっと楽器倒しちゃったんですよ。でその時に、分かりますかね、これ欠けちゃったんですね、こんな感じで。はい、ということは当然その後練習だったんで無理くり音出しましたけど、当然いい音になるはずもなく、これを買わなきゃいけないわけなんですよ。で初めて買った楽器なんで、そんなに超高級っていうか上級モデルではなく、中級クラス、初心者から中級の人で大丈夫っていうモデルで、これがもともとついてたんで、ヤマハって書いてありましたから、横浜に私行く用事があったんで、ヤマハのこの 4C っていうのがですね、まず行くんだったらもうその日に買いたかったんで、在庫があるかを確認したくって、ヤマハの横浜でそれが買えるところっていうので探しましたら、横浜で練習してましたので、帰りに寄っていこうと思って、ありますよって言われたんです。でその時にやはりすでにもう1点目です。電話出た方が親切でですね、私がこの品番ありますかっていう話をしたら、ああございます、今在庫確認してまいりますので少々お待ちください。ここまでは普通の対応ですよね。で、あ、在庫ありますって言って、でその後です。その他にも何種類かマウスピースありますので、試奏できますので、ぜひいろいろとお試ししてみて、ご購入してみてください。要は壊れたってことを言ってましたからね、試奏、試し演奏ですね。お、試奏できるんだと思って、そこにすごい感動を覚えまして、まずですね、じゃあ私試奏して確かめることできるんだと思って、それで実際に行きました。で電話の方にそういうふうに言われたんで、どれぐらい種類あるんですかって言って、パパパッと出してもらって、ちょっと開けちゃったんで あれなんですけどね、このヤマハのやつが多分そこでは一番廉価版のモデルで4980円だったのかな。私楽器の部品の値段ってですね、よく知らなくて、こんな感じだったんで、これ2000円とか3000円ぐらいで買えるのかなと思って、ちなみにいくらですかって言ったら4980円って言われて、おお、そうなんだ、仕方ない、演奏するには必要だしとか思ってね、そんで行ったんです。で並んでたものたち、箱からしてなんかお高そうじゃないですか。これセルマーって言ってたかな、確か。私知らなかったんですけどね、初心者なんで。サックスの方の部品としてはなんか、特にマウスピースなのかな、有名な会社らしくてですね、フランスだったかな、確か。パリですって書いてあるから、フランスです。のやつの、この、S90-180 っていう、これを
紹介されたんですけど、これ単体じゃないんですよ。このラインナップが確か S90170 とか S90 なんとかとかもう一個3種類あってですね、おおそれわからないよって言って、ちなみにお値段いくらですかって言って、17,500円なんですこれ4000いくら、5000だから税込みで5000いくらですよ。でまあ普通にですね、壊れただけだったらまあこれ買いますよね。だって取り替えで同じシリーズだし、お安いし、初心者だしとか思って。でもまあこれが3種類あるわけですよ。そして別にその人は売り込むっていう感覚は全然なかったはずだし、私も売り込み臭さを感じたら絶対試さないんですけど、仮私初心者だし、多分わからないです、その音色が素敵とか違いが。これのその番手によって空気の息が入る感じが違うので、音色に深みが出るって言われた。若干興味はありますけど、そんなにうまく吹けるような2ヶ月ですからね、初めてね、状態じゃないので、いやでも買わなかったら悪いしなとか思って。でも、まあ、せっかくいい機会なんで、買わなくても構わないのでお試ししてみませんかって言われたんで、じゃあ試そうかなと思って、でこちらとあとこちらの新しいやつ、まず最初に4本並べてもらってですね、まあ、それで試したんですよ。それで確かに若干音色が違うような気がして、まあ値段で言うと3倍以上ですからね、まあ、違わないと残念だから。構造も違うふうに言ってましたね、確かね。でなんか確かに響くような感じと、こう伸びるような、そうですね、音色が深いというか、バイオリンとかもそうらしいですけどね、高いバイオリンだと深い音色がっていう、深いっていう感覚がちょびっとだけしたんですよ。でこれの中もやっぱ3つあって、その3つの中ではそのこの180っていうのが私はその時吹いた感覚ですごいいいかなと思って、でもねこっちと若干違うかなぐらいだったんで、3倍かとか思って考えてて、でさらにその後ですね、これが良さそうな感じでもこの2つで迷ってるんですっていう話をしたらですね、今度は個体差があるので2、3、4本持ってきますから、それを試して吹いてみてくださいって言われて、お本当かとか思って、個体差あるんだとか思って、それすら私は知らなかった。まあ確かにリードって言って、ここの部分、これも個体差がすごいあるし、品番と番手によって全然違うんですけれども、ああそういうこととか思って、楽器奥深いなとか思いながらですね、まあそれで個体差があるって言われたんで、じゃあ今度こっちあと3つ用意してくれて、こっちもあと3つ用意してくれたんですよ。ってことは最初の4つやって、こっち4つで12回取り替えて私吹いたんですで結果としてまあこれも悪くないけど、やっぱりこれにちょっと惹かれる、その特に4つの中のやっぱり1個が響きやすかったんです。すごい多分私とのその吹き方と相性が良かったんでしょうね。迷いました。ものすごい大きな違いは考えられなかったんです。まあだけれども、まあ、マウスピース私みたいにね落とさなければそんなにしょっちゅう変えるものでもないしって言われて、店員さんの言葉が頭をよぎったりとかですね、あとはそのね、長く使うものであればどのみち5000円は使う予定だったんですよ。ということはあともう1万2000円かと思った時に、まあそれだけ出してもらっちゃったしっていうのもあって、こっちにしようかなっていうふうに思ったふうに、本当は全然値段外だったんです。私の予算そもそも 2,3 千円かなと思ってた人だったんで、5000円って言っただけでもおー倍みたいな感じで、さらにその3倍とかだったんで、なかなかこれをね決めるのには勇気はいったんですけど、でその時にもう一個ねポイントがあったんですよ。もう一個のポイントがこれですね。このネックストラップ、ストラップですね。これもこうやって楽器をつけるんですけど、これがですね、私前に買ったのが試着したはずだったんですけど、なんかね長いの買っちゃったみたいで、詰まったような感じで辛かったんですよ。でこれ前こちらで買ったんですけど、これちょっと長かったっぽいんですけど、私間違っちゃったサイズ選んじゃったんですかねって言ったら、試走してるこのところに来てこうやって見たら、あ確かにM じゃなくて S で良かったかもしれないですって言われて、そっか M で買っちゃって S か買い替えかとか思ったら、これはここ
ばらして分解して切ってやることもできるモデルなんでって言われて、そっか、でも自分で切るのめんどくさいなとか思ってて、どうしようかなって思ってて、うーんって考えてたら、もし刺繍をやってる間お時間がよろしければ、うちの方でこれ切りますって言って調整しますよって言って、長さどれぐらい切ればいいか見せてくださいって言って、で最初 S サイズと同じように切ってもらったら、あともう1、2センチ上がるとちょうどいいなっていう感じだったんで、2回切ってもらったんですよ私。もちろんその工賃とかね、かかったのも支払ってもいいやぐらいに思ってたんですけど、あ、こちらがねいいですって言われて、ね いいですって。私がやったらだって自分でうまくいく可能性、そのなんか特殊なこれいるらしいね、自分でできるとは言われながらも、ここなんかね取るのに特殊なネジっていうかなんかあって、これと一緒になんかついてたらしいんですけど、私多分ね捨てたっぽくてですね それなくて、でそれもやってくれるっていうならお金払ってもいいやとか思っていたら、やってくださったんですよ。もうそうしたら、まあ、これとこれの、まあ、音色の違い若干ですけどねあったのと、そんな親切にされちゃったらね 高い方いっちゃうでしょうみたいな感じで、結果これをお買い上げして、まあこれからね拭いていくんですけども、でこれをやった時にですね、感じたのが、マニュアルがどうだったか知らないんですけれども、少なくとも私はその接客にすごい感動したんですね。だってですね、それだけ個体差があるっていうのを出してくるのやっぱり面倒くさいはずです。一個一個傷つかないように、これがね、これがあるので傷つかないようにシールをちゃんと貼ってですね、まあ、それで私試装してるわけなんですけど、で私が拭いた後とかだってまたもう一回ね戻して直してっていうふうにきっとやるはずなので。それを考えてみてもですね、あ、それをね、そんだけこう選ばしてくれて、で、ストラップも、ちょうどいい長さに切ってくれてっていうのをやってくれて、まあ、店舗ならではの接客の良さですよね。で、本来であれば、もしかして時間があれば、これ私、品番がわかるわけなので、ネットで買うことも多分できるはず、そしてもしアマゾンとかもっと安かったかもしれないんですけれども、通販とやっぱリアル店舗で、しかも山田さんのそこの対応のことを考えると、試装させてくれるっていうのはすごく大きなポイントだなと思って、価格以上の、満足感がありますよね。しかもそんなにめったに買えるものではないとするのであれば、そうすると、まあそのもともと取り替えのだけで、私壊れちゃったから買いに行くっていうこのニーズの方ですね、そこを満たすために買いに行ってるんですよ。だけど実際にはそういうふうに接客されて、細かいことも説明してくる。しかも試装部屋があるんですよ。こうやって拭いていい部屋に どうぞこちらへって言われて、そんでまあこれをね持ってって、拭いてみて、で音がなんか違うような気がするみたいなね、そういう感覚があったんで、まあ私それでもそんなに違わないと思ったら普通にこれ買うつもりだったんです。だけどやっぱり音がなんか違うよって思ったのと、まあ、長く使っていくんだったらそっちでもいいかなっていうふうに思ったので、まあそれでこちらのねお高い方の買ってみました。まあ音色が良くなるといいわよねっていう感じなんですけど、でその時の要は私の期待値と実際のギャップはとてもあったんですね。だから私はその接客に感動しました。そしてインターネットで仮にまあ半額だったらちょっとインパクト確かに強いですけど、それでもやっぱり吹いて買うってことはできなかった価値を考えると、それは店舗で買ってよかったなって今回は本当に素直にそう思いました。しかもこれもね直してくれましたからね、無料で工賃とか取らずに、そう超親切だなと思いましたね。だから期待値はだからそこまでもちろん期待していなかったし、実際のギャップがねすごく大きかったから、私は素直に感動しました。で感動したからやっぱりそういう細かいメンテ的な、まあリードって言われるこういう箱でね、品番分かってちょっと買う、こういうのは別にネットで構わないと思うんですけれども、どのみち試装って言ってできないわけですからね。そういうなんか部材関係とか、まあ、ストラップもそうなんですけど、そのちゃんと装着してやるようなものは、あ、やっぱここで買おうというふうに思いました。だからリピートとかにもなりますし、私はそういう部材関係もね、まあ、それが慣れてくると、もしかしたら、ね、本体のこの大きいのとかだって
いずれ違うのに買い替えたい時にそこで買うかもしれないですよね、もしかしたらね。だからなんか店舗商売っていうのはなんかそういう地道なところとやっぱお客さんとちゃんとつながっていくみたいなところがネットビジネスと違うところで強みなんじゃないのかなというふうに改めて思ったんですね。で今のエピソードをもとに考えると、まあ、教室であろうが、まあ、いろんな授業いろいろあると思うんですけれども、店舗特に対面でネット商売だけで完結しないことをやられてるサービスを売ってる方はまだまだいくらでもなんかサービス考える余地があるなと思ったんです。さっき私壊れたのはニーズだって言いました。だけれどもこっちを買った私の気持ちってウォンツの方なんですよ。素敵な音色が出るかもみたいな、まあかもっていうか実際に良かったんですけど、これきっと上手な方が吹けば吹き方が変わるので絶対多分こっちの方が音色いいの出るんだろうなっていう気はしてます。だからウォンツっていうのはより素敵な演奏ができるかもしれないっていう期待値に対して私はプラス1万2000を追加して払ったっていう感じですね。なのでそういう商売をすることができるとですね、どんなサービスとかでも必ず別に高く売れって言ってるのではないんです。私もしかしたらそこの違いが私が分かんなければいくらそれを紹介されてもこっち買った予定だったんですけどもね。でも言ってみるっていうことはあるじゃないですか。そして私多分なんですけど最終的にこっちのね安い方を買ったとしてもまたヤマハさんに買いに行きます。だってそういうサービスをしてもらった記憶が残ってるからです。となると結果としてリピートにつながるんですよね。だから短絡的にその時何かが売れればいいっていう接客ではなくて、その人にとって本当に必要なものは何なのか、今何が困りごとでどういうことをしてあげたらその人は喜ぶんだろうか、かつその今の悩みだけを解決するだけではなくて、さらにその先、まあ私は当然上手くなりたいからサックスを練習をし、ね、そのパーティーで吹きたいっていう野望があるわけですよ。で、そのためにやってるわけなので、そこを見越したら確かにね、深い音色が出るっていう一言は、私の中ではちょっとこう惹かれるものはありますよね。だから私よく私のコンサル生さんとかにも言うんですけども、私はこれを壊れたからこれでいいって言ったら5000円のものを紹介するのが無難な話です。だけれども一旦はそちらのねお高い方もちゃんと紹介する理由と事情を含めてね、しかも別に押し売りではなくで、選ぶのはお客様なんです。私が選んでます。だからその接客ができると将来的にいろいろいいお客さんがどんどん回っていくっていう、そういうことができますのでね、接客はやはり一期一会になりますので、その時やっぱり精一杯目の前にいる人を幸せにしてあげることを考えるっていうのがいいのかなと思います。だから短絡的にですねニーズに応えることばかりを考える、組み立てをするとそこまでで終わりです。感動するサービスとは何か、ウォンツの方ですね、それをどういう自分の顧客層に合わせて、まあ、掘り下げていくっていうのが必要かなというふうに思います。今の話をしてて一つ思い出したエピソードが、ドリルの話、ドリルの話ってご存知ですかね。ドリルに穴を開けたいからって言って子供の工作か何かのためにお父さんがドリルを買いに来た時に、ある店員さんは、あ、ドリルですね、どれぐらいの穴を開けたいんですかっていうことでね聞いて、でじゃあこれぐらいの穴だったらこのドリルのどれかがいいですよ、3個ぐらい紹介してあげて、まあちょっと値段忘れちゃったんですけど、じゃあ例えば8000円1万円1万2000円ぐらいだったとしましょう。そんなものを紹介された。でもう一人の店員さんは、ドリルがなぜ欲しいのか、要は息子の工作を手伝うのに穴を開けたいからということ でその穴を開けるという作業はその1回だけかどうかっていうのも聞いています。そうするとその時だけの、まあ、緊急事態というかそのためだけにそれが欲しくて、ずっとドリルが必要ではなさそうな雰囲気だった時に、じゃあその穴を開けるサービスをうちの方で、そこはできるところだったんでね、代わりにやってあげますよと言われて、要は穴を開ける工賃ですね、まあそれが200円なのか300円なのか忘れましたけれども、まあそれでということは、本来であれば売上高的にはドリルを売った方が売上高は
高いんです。だけれども、そのちゃんと使い勝手を聞いて、その提案をした店員さんのいる店舗っていう形になった時には、自分のそういう困りごとをちゃんとそこまで聞いてくれて対応してくれるってことで、その方はリピートするはずなんです。だからそういう接客が通常レベルでできていると、結果として信頼関係構築、あと多分その方は感動したらお客さん紹介します。はい、私も今こうやってビデオを撮っていますよね。ヤマハさん横浜ですけどね、紹介してます。なので、その人はやっぱりいいことをされたりとかですね、サプライズがあったりして、それが予想外に嬉しかったりすると、人に喋りたくなる。特に女性の場合はですね。だから口コミって女性の方が得意なんですけど、そういう性質があります。なので、こびろと言っているのではなくて、本当にその人は一体何が欲しいんだろうかって考えて質問をしながら提案してあげるっていう、これは物販でも普通にできる話なんですね。それを特に今回感じました。物販だったらこれ代わりのものを渡せばそれで終了ですから、本来は。で、思想だってさせない方がいいんですよ。だって面倒くさいから、本当は。でも私は多分それをしてくれた山さんに、またそういう不在で困った時には相談とか聞いてもらいながら、多分買うだろうなっていうふうに思ってます。もう絶対的にどこで買っても変わんないっていうものはね、ネットで安いとこでいいかなとはいうふうに思いますけど、その何の価値がお客様にとって一番必要で欲しがってるものなのか、これが分かるとお客様は商品を買うし、さらに口コミをしてくれます。ということで、今日のまとめです。人が120%感動するサービス&リピートのポイントは、期待値と実際のギャップ。なので、ご自身が実際に接客に当たる時に、そのギャップをどうやって作ったらいいのか、感動する方に転がるギャップですね。これは普段からお客様の動向とか、あとどういうことを喜ぶんだろうかっていうのをつぶさに見ていると答えがだんだん分かってくることなので、それを接客の都度ブラッシュアップしていくと、自然とお客様が集まる店舗ないしは事業になっていくと思いますので、その観点から自分のサービスを一度見直していただくっていうことをしてもらってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひご参考にしてください。それでは。